こんにちは、たくみです。今回はマイコンプログラムで使うことの多いビット演算について解説します。パソコンソフトのプログラムでビット演算はあまり使わないかもしれませんが、性能を抑えたマイコンのプログラムではビット演算もまだまだ使われることが多いです。まず、基本的なビット演算子として、AND 演算子と OR 演算子があります。ちなみに、AND 記号はアンパサンドと読みます。AND 演算子は、ビットごとの AND 演算を行い、OR 演算子は、ビットごとの OR 演算を行います。AND 演算は、すべて1であれば1を返し、1つでも0なら0を返す演算です。1ビット同士の演算ならこのようになります。プログラム内では8ビットや16ビット変数に対し、まとめてビット演算を行うことが多いです。2進数として扱い、それぞれの桁で演算します。例えば、10進数表記の 3&6 であれば、2進数表記にするとこうなり、各桁演算するとこうなります。ビット演算に桁の繰り上げはありません。OR 演算はすべて0であれば0を返し、1つでも1なら1を返す演算です。1ビット同士の演算ならこのようになります。10進数表記の 3OR6 であれば、2進数表記でこうなり、各桁演算するとこうなります。また、AND 演算のことを論理積、OR 演算のことを論理和とも呼びます。次は、排他的論理和と否定演算を説明します。排他的論理和は、片方が1であれば1を返し、両方が0、両方が1であれば0を返す演算です。1ビット同士の演算なら、このようになります。10進数表記の3と6の排他的論理和は、2進数表記でこうなり、各桁演算するとこうなります。排他的論理和はデータ通信時の簡易的な誤り検出、符号計算等にも使用されます。否定演算は各桁の0と1を反転させる演算です。反転させた数字は1の歩数とも呼ばれます。1の歩数に1を足した数を2の歩数と呼び、元の正の数字の不数表現として使われます。10進数の9の否定演算をしてみます。2進数表記でこうなり、各桁演算するとこうなります。さらに1を足すと2の歩数になります。この1、1、1、1、0、1、1、1がマイナス9の2進数表現となります。負の数を2の歩数で表現すると、正負混在の足し算等でも、そのまま単純に計算できる利点があります。RL78 マイコンを使った実用例を説明します。P62 ポート出力をオンにするときに、P6.2 イコール1のようなプログラム記述をしました。もしくは、P6 レジスタに構造体定義がされていて、このような記述方法もあります。マイコンハードとしては8ビットの P6 レジスタとして、このようにアドレス定義されています。支援機能や構造体を使えば、先ほどのような記述が使えますが、一般的な記述ではどうすればいいでしょうか。例えば、このような記述をしてしまうと、P62 の値は1になってくれますが、P63 等の他のポートが0になってしまいます。そこで、OR 演算を使用します。P62 のみを1にして、他の値は変わりません。もともと、P62 が1であっても1のままです。実際には、省略して、こう記述することが多いです。次は、0にする記述を考えましょう。AND 演算子を使います。このように記述すれば、P62 のみが0に変わり、P63 等は、すべて1との AND なので、変化しません。先ほどと同じように、省略記述もできます。
さらに否定演算子を使ってこう記述すると0にするビットが分かりやすいです。デファインでこのように定義しておけばこのような使い方もできます。視覚的にプログラムが見やすくなるでしょう。次は P62 の値による分岐命令を考えましょう。 P62 が1かどうかの判定文を素直に書けばこのようになります。でも実は if 文の中は条件文でなくてもいいです。条件文は真であれば1を返し、偽であれば0を返します。 if 文は括弧の中が0かそれ以外で判定します。1であっても2であっても真として実行されます。ですのでこのように記述しても実質同じです。デファインで定義していればこう記述もできます。0であれば実行する場合は else 文を使ってもいいですが、このような記述もできます。論理否定演算子は0であれば1を返し、それ以外であれば0を返してくれます。 while 文でこのような使い方もできます。これで少しの時間待つことができます。割り込みがなければ一定時間待つ処理にもなります。次はシフト演算子について説明します。ビット単位で値を左右にシフトさせる演算子です。例えば左シフト演算子はこのように書くと A の値を2ビット左シフトして B に代入する命令になります。 A の値が6とすると2進数表記ではこうなり、2ビット左にシフトするとこうなります。上位ビットは切り捨てられ、下位ビットは0で埋まります。演算結果として B は24になります。上位ビットの切り捨てが発生しなければ1ビットシフトごとに2倍になるのが左シフトです。次は右シフト演算です。 A の値を22として同様に2ビットシフトしてみましょう。下位ビットは切り捨てられ、上位ビットは0で埋められます。 B の値は5になります。1ビットシフトするごとに2分の1になり、余りが切り捨ての割り算になるのが右シフト演算です。シフト演算は通信データの処理にも使われますが、掛け算と割り算の代わりにも使われます。例えば A の値を16倍にするとき、このような2つの記述が一般的ですが、シフト演算を用いてこのように記述もできます。16で割り算をしたいときはこうなります。掛け算と割り算をシフト演算にすると処理が速くなるメリットがあります。パソコンの CPU より性能の低い安価なマイコンでの掛け算や特に割り算では処理に大きな時間がかかります。そのため単純なシフト演算に置き換えると処理を早くできることがあります。ただコンパイラ次第で掛け算や割り算記述でも最適化でシフト演算として処理するように置き換えてくれる場合があります。ですので無理にシフト演算で記述する必然性はありませんが、処理時間に困った時には記述を見直したり、コンパイラ最適化設定を見直してみましょう。今回はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や高評価、コメントをもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。